はい、どうも、バタデン2100です。今回は限定のトミカを買ったので開封していきたいと思います。今回はこちら、セブンイレブン限定のトヨタ車体コムスです。こちらは、何だったっけ、このセブンイレブンのね、店舗、一部の店舗で売っているもので、で、この辺のセブン、ついこの間松江にも進出したんですけど、セブンイレブンがやっぱまあないかなと思って、そのあらかじめセブンネットショッピングで買ったんですよ。ね、本当はトラックエルフだっけ、名前忘れた、多分エルフだったと思うんですけど、それはもう在庫切れで、まあ仕方なくこれを買いました。で、その松江のうちの近くにあるセブンに、こいつを送ってもらって、それで店舗で支払いして受け取りました。1個でね、648円もするんですよ、これ。くっそ高いです、ほんと。でもね、初めてこういう限定のトミカ買ったんで。せっかくね、島根にね、セブン、島根っていうか、島根って浜田とか江津とかいう西部と松江とか出雲の東部で分かれてるんですけど、西部にはもうとっくに進出していて、セブンが。で、ついこの間、まだ1ヶ月も経ってないんですけど、松江にもセブンが進出しました。で、明日っていうか、まあ、この動画いつ上げるか分からんけど、何日、10月30日かに、米子にもセブンがオープンするようです。ということで、開けてみます。これ箱がでかいんですよね、2台ぐらい入るサイズ。よいしょ。はい、こんな感じ、ちっちゃい、なんか福袋のやつとシールが入ってますなんて書いてある、セブン楽々お届け便。これ都会のセブンでは走ってるんですかね、これちょっとよくわかんないですけど、多分走ってんのかな、実在するやつだと思います。おお、なんかちょっと変わった形ですね、ちょっと未来感があります。かっこいいね。普通のコムスってどんな色だっけ、トミカで。赤色かな、赤かなんかだったと思います、多分。で、後ろがパコンと開きますが、中は何にもないですね。開くだけ。かわいいね。一応これ自動車なんですかね。あ、サスペンションはついてないね。これ一応自動車っていう扱いかな。ピザーラみたいにバイクじゃなくて、これは一応車ですね。じゃあこれをね、シールを貼っていきたいと思います。はい、ということでシールを貼り終えました。ちょっとこれペロンペロンになっちゃったけど、はい、こんな感じ。こんぐらいやっぱ印刷にしてもいいと思うんですけど、まあ金かかるかな。でもせっかくね、648円もするトミカだから、こんぐらいはちゃんとね、やっぱ再現してほしいですけど。まあでも案外ね、目立たないこのシール。まあちょっとこうやって見るとここだけテカテカですけど、案外ね、遠くから見たら全然違和感ないです。はい、こんな感じ。今回はこちらのトミカセブンイレブン限定のトヨタ車体コムスを開封しましたと。はい、それではさようなら。